本日は、2017オールスターグループステージ Day2 の模様をお送りしております。さあ続いてのゲーム2ですけれども、北アメリカ代表 NLCS VS は東南アジア代表 GPL の対決となっております。まあ、鍵を握っているのは東南アジア代表のリヴァイ選手、ジャングラーですよね。彼がどれだけ、まあ、序盤からスノーボールして、まあ、チーム全体を盛り立てていくことができるかどうか。先ほどの、まあ、試合、今大会が始まる前の Day2 の最初のインタビュー動画の中で、ブラジル代表のレボルタ選手はリヴァイ選手は伝説的なプレイヤーで、彼と戦うのが非常に楽しみだよと言っていたんですが、リヴァイ選手は NA 代表のマイク・ヤン選手と戦うことを楽しみにしているようですね。あ、そうなんですか。かなりこうアグレッシブな彼のプレースタイル、まあ、今年いきなり出てきてというところもあってリヴァイ選手はマイク・ヤン選手と戦うのが非常に楽しみだよと言っていた。そしてまあ両プレイヤーともにマイク・ヤン選手もそしてリヴァイ選手もまあ、かなりアグレッシブ、まあ、アグレッシブさで言ったらリヴァイ選手に勝てるプレイヤーはなかなかいないと思いますが、まあ紹介で暗殺者って例えられたのはジャングラーであのプレイヤーだけですからね見事な、まあ、バーストダメージだ叩き出しますし、ガンクのルートといったところの開発というのも、まあ、優れていますからね。こう、まあ、昨シーズンというのも、まあ2017年のシーズンではジャングラーが経験値ルーンを一つはめて、そして、ブルーバフグロンプ勝って、そしてラプターではなくて、スカトルです、ね、を勝ってレベル3になってガンクするというルートを、まあ、国際戦で初めて行ったのが彼ですから、リヴァイ選手ですから、そういったところもあって、まあ、彼がどういったガンクルートを開発しているのかというところもちょっと楽しみな部分はありますね。さあ、そしてそうなったらこうマイク・ヤンも強気なプレイヤー、そしてリヴァイも強気なプレイヤーということはキルゲームが見れると多分そうなると思いますけどね。いうことですよね。まず間違いなくキルゲームになると思いますが、まあ、他の NA 代表のメンバー見てもアフロもそういったプレイメーカーとしても非常に優秀なサポートですし、ミッドレーンのビャーグセンもレーン戦非常に得意ですから、パトリックも昨日の試合で素晴らしいプレー見せていましたからね。そうですね。ジスもかなりこう1対1が得意なプレイヤーでもありますから、まあ、レーン戦のところに対して互いにやり合いながら、そしてまあジャングラーがどこに介入していくのかというところでガンクのセットアップができつつもレーン戦ある程度戦えるチャンピオンというところを、まあ、一つ主軸に置きながらのドラフトになるのかなという感じがしますね。いやでもですね、バードが見たいんですよ私は。アフロもあのバード見たいですよね。ちょっとまあでも 7.23 だとちょっと苦しいですかね。24だとかなり強いんですけど、ミープのバフかなり大きかったですからね。タンクサポート相手だったらバードもともとかなり強かったですが、今まで以上に強くなっていると思いますね。あとは昨日の中だとリヴァイ選手が2ダリを使っていて、グレイシャルオーグメントだったんですよね。グレイシャルオーグメントは典型のツリーのキーストーンなわけですが、オートアタックしたら、まあ、レベルスケールのスローがつくと、そしてアクティブアイテムを使ったときにスローフィールドを追加 で展開できる。そして今の2ダリーはフロストクイーンクレイムをコアアイテムとしていると、はい、あのアクティブのサポートの、そうですね、サポートのエッジ派生の、はい、アイテムですね。2体の、まあ、妖精というか何というかが飛んでいって自動追尾、はい、あります、そうですね、していって、そして当たった対象に対してスローを与えると、そこに対してグレイシャルオーグメントの追加効果、あれ発動するんですか。発動するんですね。あ、発動するんですか、はい、なので回答そしてチェイスというところでちょっと面白いなと昨日見ていて思いましたね。あ、最終的にはフロストクインクレイムでアップグレードはできなかったんですけど、できた際の性能というのはちょっと楽しみな部分もありましたね。あれってどうなんですか。でもなんか発射し敵に向かって発射して地面に発生させるって見たことないんですけど、まあどんなイメージをしておけばいいんですかね。ブラウムのアルティメットのスローフィールド、まあ、それあれよりも大きくはなく小さいんですけど、はい、あんな感じのイメージですね。その場の地点にスローフィールドが発生する、アイスボーンガンドレットみたいな。そうですね。ただこう細長い、あ、細長いんですね。ちょっと細長かったと思いますね。僕が確認した時は細長かったと思うんですが、ただめったになかなか見ない、今もそのこれでキーストーン使われなかったなと、プレデターぐらいですか。あ、そうですね。ちょっと典型のツリーが全て使われるのは意外でしたね。そのルーンの説明の時もライト自身も特殊なルーンだというふうに言っていたんですけど、特殊に、まあ、みんな夢を見て、そうですね、ロマンありますよね大体ネコババから入るんですけどそうなんですね。ネコババで言うとイラオイのあのEで引っ張った魂にネコババが発動するので、あらしいですね。今イラオイトップがネコババをキーストーンにするというプレイヤーが増えてますね。あとは僕個人的にはワービックの Q で、
オンヒットですからね。あれオンヒットなのであれで猫ババするっていう、ちょっと面白いですよね。結構いいダメージ入るんで。あとワーウィックだとプレデターというのもちょっと、まあ、ただ今クールダウンは 7.23 で短くなりましたけど、そうですね、やっぱりちょっと長いんですよね。強いですよ実際。あのどれぐらい強いかというと、あのゾーイのあるなんか Q が画面外から飛んでくる速度と同じぐらいでワーウィックが突っ込んでくるのでしかも移動速度によってアルティメットの射程伸びますから。そうですそうです、とんでもない距離。ワオーンって言ったらもう飛びつかれてますからね。しかも E のキャスト中は硬くなるので、なかなかダメージ出しづらいんですよね。まあ、問題はあの長すぎて当てるのが難しい。そうなんですよね当たり判定そこまで大きいわけでもないですからまあ、あとは何でしたっけ、あのヘカリムもね。そうですね、やはりヘカリムですね。プレデターといえばヘカリム自身がちょっとジャングル回るのに苦しんでいる、うん、今のジャングルのメタだと、まあ、序盤からかなり強力なチャンピオン多いですし、ジャーバン、セジュアニン、そしてカジックスというところが、まあ、かなり強いですからね。でも結局プレデターって、まあ、ロマンはありますけど電撃に勝てないとっていうところありませんか。そうですね、電撃のクールダウンがプレデターよりも圧倒的に短いので、うん、1対1のところでもプレデターちょっと使いづらいですからね。キャスト中にダメージ食らってしまうと、リセットされてしまいますからね。さあそれではどうやらドラフトスタートしたようなので見ていきましょう。ブルーサイドが、北アメリカですね、NLCS、 そしてレッドサイドが、GPL となっております。ファーストバンはミスフォーチュンから、おお、そしてゾーイ、ゼラスト、バンが続いています。ベアグセンのゾーイはダメだということですねいやというかもう今後ダメでしょう。ダメだと思いますけど、ただブルーサイドで使えるんであればブルーサイド側でバンを強要するという形、レッドサイドのところもやはりオーンとエズリアルは、まあ、確定ダメで、ゾーイをどうするかというところがちょっと悩みの種のような感じもしますからね。さあそのラストバン、まあエズリアルになるだろうということですけど、エズリアル開けてもいいんじゃないですか。ダメですか、怖くないですか、スニーキー選手に渡しますか、昨日のジンのスキルショットそうですよね、苦しいですね。まあ LPL ぐらいですかね、そうなると渡してベインを取ろうみたいな、ウジくらいでしょうね。さあそしてジェイスファーストピックです。これまあハントー選手が使える、もちろんトップミッドレーンでも使えますが、基本的にはトップレーンで使われることが多いと思います。さらにはジス選手も実質得意なんですよね。そういう意味では、まあ、自分が得意なチャンピオンを取りつつ取り上げたというところもありますね。なるほど、トップレーンのまずはチャンピオンを取っていく。ジスもかなり早く旬を取りましたね。そしてここジャーバンとセジュアニどちらを取るかというところですね。普通であればですが、ただリヴァイ選手ですからね。普通じゃないですからね、はい、ここは違うチャンピオンになっていくと思いますねおー、リーシン、ちょっとでも普通に近いですけれども、カジックスかレンガー、あ、カジックスはバーンされてますからね、レンガーかなともちょっと思ったんですが、レンガー見たいですね、見てみたかったですね。まあただここはリーシン、ここであとはミッドのピック、例えばアジール、ゼラス、天敵のゼラスいませんし抑えておくと、あとはジャーバン抑えておくという形は、まあ、スタンダードではありますよね。それをなりそうですね、アジールと、まあ、ジャーバンになるとは思いますが、セジュアニ、まあでもマイクヤンであれば確かにジャーバンの方がいいですかね。そうですね、昨日のパフォーマンス非常に序盤良かったですが、あ、ジャーバン優先しないですね、スニーキーを優先してきましたね。まあ、陣のスキル精度も非常に高かったですからね。さあそしてファーストピックフェーズでのラストピックです。ここでアジールに対して対抗できるチャンピオンをパトリックにピックさせたいということだと思いますが、マルザハールはちょっとアジール苦しいですからね。どっちの方が苦しいんですか。アジールが有利なマッチアップになっていますね。マルザハールはちょっとスキルレンジがアジールに対して届かないですし、簡単にボイドリング処理されてしまうので、レーンフェーズのところでダメージを取ると行いづらいですね。あとサイレンスしても兵士さえ出しておけば、そうなんですよ、サイレンスの効果がないんですよね結局はみたいなところありますよね。さあそしてセカンドバンフェーズ、おタムケンチバンしましたよ。まあキルゲーム作るのであればタムケンチは確かに邪魔な存在ですからね。さらにマルズハールのカウンターとしても機能していましたから、タムケンチもどうやらバン候補に入りつつあるようですね。
そのワールズのメタだとドラフトの流れでサポートをファーストピックフェーズで優先するということが多かったですが、ちょっとこのオールスターのドラフトを見るとサポートを後回しにしてという展開がちょっと多いですね。今何でしょうか、そのティアが上がったというか試合における影響力がサポートのチャンピオンが上がったというべきなんですかね。それもあると思いますし、さらにやはりジャングラーを優先すべき、あとはミッドレーンでアジールという強力な、まあ、誰に対しても基本的には戦えるチャンピオンが出てきているということによってアジールを早めに抑えて、そしてそのアジールに対して対抗できるミッドレーナーをサイドも取らなければならないというところで、ミッドレーンのピックをファーストピック で優先しなければならないというところも影響していると思いますね。ただ今後のミッドプレイヤーはアジールを使えないとドラフト、負けるっていうのが確定するというのはですね、結構大変ですよね。大変ですね、アジール自体非常に難しいチャンピオンですし、QE をちゃんと使えて距離伸ばせて、そしてシュリーマシャッフルちゃんと行えないと。 QE じゃないですよ、レボルさん、 EQ ですから。すいませんでしたQE だと距離伸びないですね、今多分細かいとか言われてるかもしれないですけどねここ大事なポイントですからね。あ、これシェーンサポートですね。サイオントップで、いや、サイオンサポートもありますけど、ね、いや考えられますが、ただ最近だと KT のマタ選手がシェーンサポートをかなりピックしていると、はい、そして 7.23 であればシェンの9なくされる前ですから。確かに。何が強いんですかシェンサポートって。レベル2のオールインでのダメージ、イグナイトを持ってのダメージ、そしてレベル6以降のアルティメットによるやはりグローバルなプレッシャーといったところが評価高いですね。まあやっぱり普通のことはしないぞということですかね、 GPL は。ただこれあとレオナに対してもカウンターというところが支援としてはありますね。ああ、なるほど。戦って勝てるんですよね。ただアフロンもしっかりこれ情報として持っていたようですね。アリスターを出すというあたりはちょっと冷静なのかなと思います。そうですね。そしてレクサイですか。エディキャリトリス、これオールイン狙ってますね。トリスターナオールインを狙うんであればサイオンサポートよりも支援サポートの方が強力ですね。シェンサポートのようですよ。まさか見れるとは思いませんでした。これただトップレーンのところでハンター選手はちょっと苦しいマッチアップになりましたね。サイオンは彗星を持って E のレンジを生かして、まあ、ジェイスに対してダメージを取ると勝てるんですよね。そしてジェイスがメレーモードでオールインしてきたのであれば W のシールドとあと Q のノックアップのダメージ取れるので絶対に勝てますから、このところでどれだけハンター選手がトップレーンでプレッシャー作れるかどうか。ジェイスはトップレーンでピックした際は 1v1 で勝てなければピックした価値のないチャンピオンになってしまいますからね。まあリスクとリターンが大きいチャンピオンということですよね。そしてやはりなんといってもこのリヴァイ選手のリーシーン、レベル3から可能なガンクというところ、そしてどのレーンもガンクのセットアップが可能なチャンピオンが揃っています。あとはガンクを決めるだけというような形、チャットレーナーがスキルショットを当てていくというのも重要ですが、リヴァイ選手の動きが鍵になっていきますね。ただそのリヴァイ、そういった動きを得意としているプレイヤーではありますからね。いやでも個人的にはやっぱりシェーンサポートちょっと気になりますね。気になりますね。アフターショック、そしてまあソロ級でプレイしているときはですがヘクスフラッシュを選択して、ほう、そしてブッシュのところを確保してからイグナイトを生かして一気にダメージを取れると勝っていくというプレイングが多かったですが、クラー選手はどういう戦い方をするかですね。さあ非常に面白いドラフトになったんですが見ていきましょう。2017オールスターグループステージ Day2 ゲーム2 NLCS vs GPL の試合スタートです。おー、これガーディアン、いや、アフターショックですね。ですね、アフターショックですね。そしてマイクヤン選手はプレスアタック、一方でリヴァイ選手は電撃、そしてトップレーンやはり実践ですか、最後の水星ですね。そうですね。そしてハンツァーもエアリーとパトリック、さっきのゲーム見てたんですかね、同じことやろうとしますただ相手がビャーグ戦なので乗ってくれるかっていうちょっと不安があるようですねパトリックは。これがパワーウィービルだったら乗ってくれてるんでしょうが乗ってくれないですね。
まあ、NA 代表としてはこの試合勝たなければ上位進出できないですから。まあそうですね、自国開催ですからね。是が非でも勝ちたいと考えているでしょうからね。おっとパトリック挟まれて、これいきなりフラッシュダウンじゃないか。あー、フラッシュダウン、さらにはリコールで、これテレポートで戻ってくるとなると、サモーナースプルがいきなり2つダウンです。これはもうリヴァイ選手のジャングルのルートを把握するために序盤から入っていきましたね。テレポート使用しました。リヴァイはボットからのスタート。さあ、そしてマイク・ヤンはレッドバフスティールしてからのスタートです。お、ハンターうまくここはちょっと読んだんですけどね、いいダメージ入りました。ジス、これは体力の大きな有利を取りました。というか、そんなにダメージ入るんですね。うわ、すごいですね。あ、レベル1いいスタートですか。うわ、とんでもないバースト。いや、そしてそのまま逃げていく。これがアフターショック。そうですね。そしてレベル2のところでもう一度仕掛けますかね。9も、今の9のダメージ入ってないですから、タウントのダメージのみですかね。のみです、のみですね。さあ、このただリヴァイボットサイドなのはアフロも分かっています。さあ、1匹2匹とスティールはうまくやっている。レベル3になりたいが、ちょっとリヴァイ遠いか。いや、さらにはここはクラがカバー。これジスのためのテレポートワードですかね。あ、ドライブのためですか。トップレーン、やはりハンター辛そうですね。ワールズの時はジェイスにカウンターは存在しないという話でしたが、大きくメタ変わりましたね。まだまだ開発されそうですね。そうですね。サイオン以外にもいるんじゃないかなと思ってるんですが、出てきそうですよね。今だとあのヨリックなんか結構お話出てきてますよね。今非常に強力だと。さあ、そしてトライブッシュの中ですが、クラは前に出ていく。イグナイト、さすがにフラッシュアウトで逃げていく。さあ、そこにリヴァイが来る、リヴァイが来る、リヴァイが来る。リヴァイはスキルショットしっかり当てていく。ファーストブラッドはダンティスです。さすがですね。アフロもフラッシュインからのヘッドバット、そこに合わせてマイク今度は返していきます。マイクヤンも返していっての11トレード。ここのジャングラー同士のやはり勝負、先手を取っていくのはやはりリヴァイ選手、それに対してマイクヤン選手が、まあ、カウンターガンクの形を作れるかどうかというところが鍵になってきそうですね。ただ今トリスタのオータタック1回しかしてないですからね。ほとんどがシェンのバーストダメージでしたよ。いや、レオナが強いわけですね。そうですね、アフターショックのダメージ硬さといったところ、シェンよりもレオナの方が上ですからね。さあ、ただこれでサモナースペルが大きく落ちています。ボットレーナーのフラッシュが4枚ありません。さらにはジャングラーのリヴァイ、マイクヤンともにフラッシュがない状況です。アフロモはヘクスフラッシュですが、クラはヘクスフラッシュではないですね。となるとクラは先行投手ですかね。あれ、ちょっとそのついたところは合ってましたかね。ちょっと忘れてしまいましたが、どこの部分ですか。ヘクスツリー、ヘクステックフラッシュのツリーは、あれはビスケットかパーフェクトタイム。ただこれだとビスケットになりますね。もしかしたら典型ではないかもしれませんが、まあサブツリーがねこの状態では見えませんから。ボットレーン粘着してますね、リヴァイ。これただスニーキーちょっと警戒してませんかね。あ、そうも、いや警戒はしているんですが、ただ硬いチャンピオンです。これがもしスニーキーだったら1キルだったでしょう。テレポート停止してボットサイドですね。トップサイドに入るつもりは全くないようです。まあ、トップレーン有利なマッチアップですし、サヨン自身もレベル6になればアルティメットによって簡単にカウンターガンク、ガンクを避けることもできますから、フラッシュも残しているということを考えてもトップレーンのリスクといったところ、レベル5のタイミングではちょっと苦しいですが、いやー、これはさすがに捕まったのでは。ジス、おっと、フラッシュもこれまだ使ってませんよ。ジス追いかけるのはハンター。マイクヤンはフラッシュがありません。ブリンクで使って、ここで実はフラッシュアウト。ただシールド、
生き延びる、まだ生き延びる、いや、ノックアップ、うわ、いや、素晴らしい、プラストコー、プラストコー、オールワンヒット、逃げ切れそうだったシーンでした。いやー、素晴らしかったですね。ナイスアイディアでした、ジス。ただそのジス選手の動きによってボットのファーストダウン先に6分で破壊できましたよ。 GPL ペースですね。ミッドレインへ入りますよ、ですよ、フラッシュイン。さあ合わせてのリバイ、さらにはタウント、いや、ここはブンサレーで逃げようとはします。タワーした、ナイスブリンクアウト、最後の爆発でも届きません。いや、リヴァイ選手は分かっていましたが、クラ選手はちょっと把握しきれていませんでしたね。このビアクセン選手、アジルのアルティメット打ってくるだろうというところで、リヴァイ選手は今日2度目の飛びつきを温存していたんです。一方でクラ選手はちょっとそれが予測できていなくて、タウントを先に使ってしまったことによって、跳ね返されてしまってダメージが出せませんでしたね。さあ、そういった読み、駆け引きの部分も大事になってきます。スキルをどう温存するかですよね。そうですね。ただもちろんクラ選手がタウントを使ったからこそ、ビアグゼン選手のアルティメットを誘発できたという面もありますからね。さあ、マイカン、アフロモとのノックアップのシナジー完璧です。リヴァイの位置を読んでいたかのような鮮やかなガンク、そしてボットレインへ、だいぶのセットアップですね。さあ、狙っているのはダンティス、ただここはやめましたね。おっと、クラが寄ろうとしたところを今度はピックアップ成功、またしてもアフロモート、そしてマイクヤンが決めます。なんて言うんでしょう、この2人はジャングルの中に視界があるんですかね。そのようですね。本当ですか。いや、ダンティスはこれボットレーンの倒したにいることができません。やられた、やり返してますね、NA代表。ボットサイドのアクションがかなり激しいですね。こんなに簡単にゲームメイクってできるんですね。この場合だとやはりアフロモ選手とかなり連動して動いているという点が大きいですよね。さらにそのプレスアタックによってダメージが 12% 伸びるところに対してアフターショックのバーストダメージも入っているというところで、本来ジャングルとサポートこの時間帯そこまでダメージ出ないはずなんですが、相当ダメージが出ているという点も大きいですね。さらにはそのプレイによってマウンテンドレイク、ボットレーンのタワーも大きく削れて、もう残りワンウェーブで壊せるぞというタイミングです。しかし先に東南アジア代表ローテーションしてトップサイド仕掛けてますね。これにはただハンツァー気づいています、下がっている。ただこれだとハンツァーの、いや、ジェイスを取った意味全くなくなってきますね。そうですよね。これ苦しいのは NLCS 側と言っていいですか。5対4という状況に持ち込まれてしまう可能性非常に高いですね。さあ、タワー折り返したが、おっと、いった、ちょっと通し当たるんじゃないか。ナイス運転技術からのスキルワンコンボでのノックアップはキャンセルです。ハンツァーも返しが非常にうまい。ここまでちょっとゾーニングされてしまうと苦しいですね。となるとここから動かしていく上でマイク・ヤン選手とアフロモ選手のこの2人の CC 強力ですし、この時間帯のバースダメージも出るというところ、イグナイトを持っていますから、まあまずクールダウンではありますが、この2人のゲームメイクによって他の4人のところで動かしていく必要性がありますね。そうなったらビャーグセンのアジルもですかね。そうですね、彼にゴールドを集めて集団戦ダメージ出るような形にしておきたいですし、ただまだナッシャー遠いんですよね。ちょっと苦しいですね。というかまだゲーム時間10分経ってませんから、さらにちょっと察しも持たないと、リヴァイ選手とクラ選手の、クラ選手がレベル6になったらアルティメットによる援護もありますから、ちょっとミッドレーンのビャンクセン選手が動くというのは難しくなりそうですね。ここまでちょっとリヴァイ選手が縦横無尽に動いている中だと、いかにレーンのマッチアップで有利といえども、フラッシュインからのところやはり魔導書によってパトリック選手はフラッシュのクルダン短いですから、コントロール非常に難しいですよね。さあ、現在ゲーム時間10分30秒がそろそろ経過しようという段階ですが、お互いこれリフトヘラルド狙いに行きますか。狙いに行きそうですね。先に陣取っているのは NLCS、 GPL サイドはミッドレーンにダンティスを置いているような、そういった布陣を取っています。ちょっとただパトリックを利用してというような動きというのは見て取れません。サイドレーンのレーンのコントロールを取っているときにミッドレーン
へどうやってプレッシャーかけていくかというところが、まあ、コミュニケーションの部分で非常に重要になってくるわけですが、やはりこう東南アジア代表ちょっと言語的にずれている部分があるんですよね。ジス選手とパトリック選手は韓国語、一方リヴァイ選手はベトナム語、一方でダンティス選手とクラ選手シンガポールなので英語なんですよね。ちょっとそこでコミュニケーションが取れるかどうかというところが今後の時間非常に重要になってきますね。ただそんな中でもワールズ戦い抜いた。そうなんですよね。そしてここまでのところリヴァイ選手がこう引っ張っていってますからね。リヴァイについていけばなんとかなる、そういう信頼関係はありそうですね。はい、それほどまでに伝説的なプレイヤーでもあります。さあジスが仕掛けて後ろからリヴァイ、リヴァイのいる位置にスキルがあと一発は、いやしっかり合わせましたが相打ちになりました。さあそしてトップレインへのダイブです。ネザーグラスプで時間を作っていますがノックアップでのキャンセル、アルティメットでこれはタワーダメージを受け持っている。ここにクラが瞬進後方で守りに入ります。かなり近くからスニーキーフィナーレを展開、そしてボイドラッシュからパトリックを狙いたいが生き延びる。パトリック素晴らしい個人技だ、生き延びた。クラが守って逆に1キル取ったぞ。そしてミッドのファーストタワーをこれダンティス選手殴ってますね。トリスタナですから相当削れますよ、というか壊せる可能性もありますね。さあビャークセンもたまらずカバーに来ますが、ここになんとテレポート、ジスのテレポートです。パトリックはやらせない。いやチェンサポートの強み出ましたね。ミッドレーンがあとはどれだけ削れたんだ。今ずっと殴っていましたから相当削れたと思います。いや相当削れてますね。うわ、いやこれワンプレーでは流れ持ってきたのは GPL ですかね。そうですね、ちょっとボットエンドリヴァイ選手ガンク下にもかかわらず 1-1 のトレードになってしまいましたが、チェンサポートの強み生かしましたからね。ここでタワーナグルのトレードといったところでジス選手にタワーのダメージが行く前にフラッシュインしてしまったというところが効いてしまいましたね。ただここでストップウォッチを選択し、そしてクラ選手が先サポートを取ったというところ、レベル6生かしてだいぶカバーしましたね。いや逆に1キル取ってますからね。そしてタワー守ってますからね。いやそしてパトリック動いた、パトリック動いた、後ろからはリヴァイ、狙っているのはハンツァー、ハンツァー、ハンツァー、バレた、ハンツァーテレポートある、移動速度上げてまずはバスターショットから。リヴァイ選手はアルティメット上がってますがブリンクを利用して前に飛びつきます。さあブラストコーンがありますがその横からクラです。それは気づいています。長いチェイスになって、おっとナイスステップだ、時間を作ります。この間に NLCS 何ができるか、さすがにここでダウンです。カウンターでミントのファーストダイあったり、そうですねヘラルドを取っていきたいところですね。ヘラルドは抑えたいですよね。ここを抑えないとまずいですね。さあそのヘラルドの近くにはジスがいますが、ジスはトップレーンのカバーにどうやら動いているというよりもキルを狙ってませんか。この動きスニーキーを狙いに行く、キルフルチャージじゃないんですけど、この時間帯でワンコンボタンクビルドなのにもかかわらず3割持ってきますか。そしてミッドタワー取ることに成功しました。リフトヘラルドはどうやら NLCS が取ったようですが、代わりに GPL はミッドのアウタータワー獲得です。そしてここミッドのファーストタワー守るのではなくてドラゴンのコントロールを優先しますか。ちょっとジス選手のテレポートがないですが、ただ寄ってますよ、アルティメットありますからね。そうですね、そしてこれリヴァイ選手のレッドバフ狩るの時間というの間に合いましたか。間に合ってますね。中断戦が起きそうだ。睨み合いインファーナルドレイクが上がっています。この5対5の集団戦のところで、ね、代表としてはゲームの流れ取り返していきたいですね。今東南アジア代表が3000ゴールド勝ってますからね、まあ、2000ゴールドですか。2000ゴールドですね。さあリフトヘラルド召喚、リコールタイミングでした。キャリー2人がリコールしています。 GPL これはいいタイミングのリフトヘラルド、この間にタワーを壊していきたい NLCS、 ただ壊せないようですね。守ります。オートアタックスニーキーあと一発なんですが怖いか、いや倒す、壊すことに成功。ちょっと猛進、ここはスニーキーうまく反応して避けています。さあサイドに避けて中央での乱戦状況か、挟んでいるのはスニーキー、それでも左からフィナーレを展開。ダンディスは狙っているのはベアークセンですが、ベアークセンうまく分サレーからの対応している。それでも体力全体的に有利なのは GPL サイドだ。リヴァイが2キルを決めて、そしてこの集団戦に終止符を打ちます。そのままインファーナルドレイクに触りに行くのは GPL、 ただそれでもまだハンツァーは追撃する。
ギス、サヨナルトメットこそ当たりませんでしたが、ゾーンコントロール見事でしたね。おっと、クラがフラッシュインから仕掛けてそのまま1キルです。さらにはこれクラデッドしない、インファードルデークも取って、なんだそれは、なんだそれは、強欲すぎるが全て成功しているんだなんてこった GBL 完璧だ。なるほど、ジェイスもジンもオートアタックでダメージを出す瞬間だったので、シェンの W のオートアタック無効化が完璧に機能してましたよ。何でしたっけ、2頭追うものは両方得ちゃいましたね。そういうことですかね。ここまで綺麗に取れるとは思いませんでしたが、ただこの実選手の集団戦のゾーニング見事でしたね。アルティメットここで当たってはいないんですが、でずっとビャグセン選手ゾーニング狙っているんですよね。チーム全体ここで寄っているタイミングのところでダンティス選手がフォーカスを合わせて、そして切り替えてビャグセンをゾーニングすることによって、パトリックのアルティメットを止まって出せませんでしたからね。ジスとこのダンティス2人でビャークセンをゾーニングずっとしていたと。見事でしたね。凱旋ですかね最後は。そうですね、凱旋でしたね。凱旋ですか。200近く回復しますけど、なんでしょうね。サポートシェンってちょっとやはりサブパス気になりますね。ちょっとシールドも貫通できませんよ。勝てないですよ。ブラッククリーバーファーストにしてるんですが、通常ヨームから買っていくビルドが、まあ、ジェイス主流、その後、まあ相手のタンクビルドが揃っていくのでブラッククリーバーセカンドアイテムにするわけですが、この試合だともうかなりジェイス選手が揃っているということでブラッククリーバーからラッシュしたんですが、ハンサーこれは逃げれません。 NLCS にとっては誤算でしょうね。ちょっとリヴァイがやはり天敵なのでは。さらにはこれはトップのインナータワー獲得、ここではパトリックをピックアップ成功です。アフロモが先ほどからゲームを動かそう動かそうとこうピックアップずっと試みてはいるんですね。この6キル取っているうち4キルにアフロモが絡んでいますからね。一方でマイクヤも4キルに絡んでいるというところで、この2名がどう動かしていくかというところが鍵を握っているのは間違いありませんが、ちょっと時間をかけすぎてしまうとですね、マルザハールのダメージ、アルティメット以外のダメージも相当出てくるようになりますし、ジスが硬いですからね。ジスとのジスを囲んでいる、リヴァイとジスを囲んでいます。ただここからアイディアはないようです。どうやら一旦ここは諦めます。さあ NLCS これでもう1キル追加です。これミッドレーン狙ってますね、リヴァイ。ただワードがあるので難しいですね。そしてかなり削ることには成功していますか。こういったところで、まあ、パトリックが倒されているにもかかわらずボットにプッシュしてしまってガンクを食らってしまうというところの、まあ、コミュニケーションエラーというところを、まあ、できるだけ少なくしていくことが重要ではありますが、ただどうでしょう、テレポートを使ってしまったんですよハンツァーは。そうなんですよね、ここちょっと得られたものがちょっとあまりにも少ないですよね。今の1キルによってハンツァーがパトリックやジスに勝てるようになるかというとそういうわけでもないですし、オブジェクトが取れるのか取れたのかと言われるとミッドタワー殴られていたわけですし、むしろちょっと、まあ、ここの中でゴールドをとにかくどっかに集めていかないといけないわけですが、ちょっとハンターではなくスニーキーであったりビャーグセンというところにゴールドを集めていきたいですね。ビャーグセンも今ナッシャーズトゥースが完成してライアンドリの仮面までいけばダメージとしては期待できますよね。すでにソーサーシューズも完成していますから相当ダメージ期待できるんですが、一方でですね、はい、やはりマルズハールのアルティメットに対してかなり無力に近いという状況、もちろん味方を信頼してアフロモがいますから、うん、彼が守ってくれるという判断でのことだと思いますが、さあトップサイドテレポートを使用しているのは GPL です。ただ届かないようですね。ちょっと申しありますがジス、ここは行きません。テレポートを使わせましたね。トップサイドプレッシャーかけてバロン前の視界のコントロールを取らないとテレポートを使った分のロスというのは生まれてしまいますが、バロンは上がっている。触るんじゃないかこれ、 GPL であればそんな気がしてならない。マルザハールもいます。リヴァイがただ触る判断をしていません。キルを狙いに行ってませんか。春心5歩ワードブリンクからさあタウントにつなげてハンサーをピックアップ成功。ただビャークセンの分サレーからのパッシブ、さあタワーをこれは生成しています。そのタワー下へ引き込んでの 1-1 トレードになりました。いやこれマイクヤも倒されてますから、おっと 2-1 ですか。これジャングラー落としてますよ。しかもビャークセンのアルティメットがありません。スニーキーのアルティメットでここまたどうにかするしかなくなりそうな状況ですが、トップレーンでダンティスがウェーブのコントロールしてますから、バロンには触らないようですね。
ちょっとヒヤッとするシーンですね。やはりパトリックのアルティメットに対して誰も察しを買う余裕がないという展開が苦しいですね。ここは一つマルザハルの強みでもありますよね。相手に1300ゴールドを供与できる、もし買わなかった場合は、まあ、キルまで持ち込めるという強さを持ってますからね。ダスクブレードをちょっとただ早めにスニーキーは買わないとまずいですか。視界のコントロールというところもありますし、まあ、スニーキーが、ええま、マルザハルのアルティメット食らうというシーンはあまり多くはないと思います。距離が非常に長いですから。ただ気になるのはビャグゼンとマイクヤンというこの2名ですよね。今リプレイで確認したらマイクヤンがどうやらアルティメットで捕まってましたね。しかもウォーリアーを選択していますから、マイクヤン相当柔らかいですよね。これさらにはハージにポーチャーダークですか。いや違いますね、セレテッドダークですね。はい、セレテッドダークですね。えってことはかなりダメージに寄せたビルド、脅威ビルド、ブラッククリーバーからもしくは脅威のビルドからダスクブレードですかね。ちょっと面白いビルドにはなってますか。あまりにもこうパトリックのマルザハールへの警戒というところは高くしないと機能しづらいビルドになってますね。柔らかいですからね。ライアンドリの仮面パトリックできましたから、これ相当ダメージ出ますよ。早めにソラリが積みたいでしょ、アフロも。さあそのミッドレーンを仕込んでバロン周辺です。視界を取っていくのは GPL、 グローバルゴールドでも現在有利を取っている、さらにはマップコントロール的にも有利を取っているようです。バロン周辺にプレッシャーをかけて、そして浮いたビャグセンを狙うというところをちょっと考えているようですね。そしてそこを警戒してビャグセンもかなり遠回りしてミッドレーンゴールドにしてますね。もう味方のジャングル内通れないですね。ただハンツァーがそれでもボットレーンを押しています。これ NLCS はバロン TP ないですが、これそうですね、渡す判断ですか。当たりに行く判断ですが、それだと後ろからのジスが怖いですよ。そのジスはスタンバイ OK です。スティールを狙えるのか、いやーナイスキックだリヴァイ。マイクヤンを飛ばしてバロン獲得は GPL、 そのままキルにつなげていきます。これは1キル2キルとつなげて、これは2キル獲得&バロン。ジスがさらには逃げ道を封鎖、ハンツァーもノックアップ、横からはパトリック。ただここはいやースニーキーを狙っている、狙ってますね。いやこれはどうしようもないでしょう。サッシュは購入できていません。スニーキーそのままバロンからなんと4キルまでつなげました。エンドもありますが、どうする、トリスターナですし打ち壊しありますし、ありますね。ただこれは打ち壊しは多分サポートのクラですかね。ジスも打ち壊しでしたかね。いや終わるんじゃないか、本当に終わりますね。スニーキーまで残りデスタイムは15秒ですよ。ハンザーも残り10秒。いやただこれは NLCS 決死の覚悟で守りに行かなくてはいけないが、 CC で動けない。なんとかここはビャークセンの分砂霊で飛ばして、全体的に体力が低いのは GPL の個人機。そんなバカな、通常あのタイミングで逆襲をされたらですね、ええ、誰か1人2人倒されて、まあ仕方がないからリコールだねみたいな形だと思うんですよ。仕掛けてきたプレイヤーを全員倒した上で悠々と帰ってますね。まあこういうプレイをするから兵長って言われるんでしょうけど、そうでしょうね。サモナーネームに合った動き、本当にアサシンですね。リプレイで見ていきましょう。ここのところでトリスターナのアルティメットのノックバックですかね。ちょっとアフロモの CC というところはうまく決まりきらなかった、ダメージというのがフォーカス合わせることができませんでしたが、裏にもあってアルティメット打ってることによってアジールのダメージを無効化している、かわしているというところが素晴らしいですね。あとはインセクやろうとしたけど、あ、倒れちゃったみたいな。そんな感じでもありましたね。こんなダメージじゃっていうような状況でしたね。すごかったですね。さあそのままボットレインへ、インヒビターを狙いに行きます。 GPL 守るのは NLCS、 アフロモのエンゲージ、ま、もしくはマイクヤンのエンゲージが気になるところではあります。まあ、ここはミッドのスーパーミニオンを待ってもいいとは思いますが、ハンツァーのフォークもいいダメージを叩き出しています。ダンティスの体力がちょっと半分近くになっているのは気になりますからね。さらにはパトリックの体力も半分ほどです。一応
まあドラゴンの効果によって体力の回復はありますが、それでもビャーグ戦がいいダメージを与えましたね。これダンディス一度下がるんじゃないですか。オーシャンドレイクの効果を生かして我慢しますかね。1スタックしかないのでちょっと時間がかかりますが、ミニオン中立クリープを殴って体力回復しようといった動き、レッドバフが上がればですかね。そうですね、レッドバフが上がればかなり楽になりますね。あ、ただ持ってますね、レッドバフ。自動回復効果でなんとかなりそうか。ジスが大きく体力を減らしました。ビャーグ戦が強いぞ。睨み合いたらそんなのはお構いなしだ。リヴァイが後ろから蹴ってしまえばいいんだ。さらにはガーディアンエンジェル、リヴァイまだこれは生き延びています。その間にアフロモンをフォーカスしている。ビャーグ戦が1キルは取り戻しましたが、それでも 2-1 のトレード、勝ったのは GPL です。ただちょっとアルティメットを数多く使いましたから、ビャーグ戦に対して届かないというところをどうしますかね。これダンテスその体力はさすがに倒しできませんよ。そうですね、ただ強引だ強引だ強引だ。パトリックがサイレンスを与えればいいんだというような前の動きでしたが、さすがに無理でした。フラッシュで逃げ返って一旦下がるようです。 GPL ビャーグ戦やはり強い強いですね。ポジショニングが完璧でしたね。ですから次東南アジア代表としてはタワーシージを行う際にしっかりとビャーグ戦狙わなければなりませんね。今回はスニーキーを狙いましたが、この動きですよね、見事でしたね。これ狙いとしてはビャーグ戦まで打ち上げるようなキックでしたね。あー、なるほど、そこをビャーグ戦しっかりとかわした。もし彼が打ち上がっていたら、マルザハルのアルティメットの対象はマイクヤンではなくて、ビャーグ戦だったと思いますからね。ちょっと狙いをその集団戦のところがリヴァイ選手の発想が素晴らしいですね。さあ28分が経過しようとしていますが、モニー28キルが現在起きています。春心5歩ハンツはここはうまく逃げ切りました。1分1キルペースですね。ネクストドレイク、オーシャンドレイクまで残り3秒、そしてバロンバフも終わってあと2分ほど、もしくは1分半ほどでバロンになるでしょうかね。先ほどの睨み合いを見るとオーシャンドレイクがあった方が東南アジア代表としてはありがたいですよね。これで2スタックになるので体力の回復量、マナの回復量もぐっと増えますから、ビアクセン選手の先ほどのポークというところをカバーできますね。さあもう一度ただ睨み合いをするのか。残り1分40秒でバロンですが、ちょっと猛進、いや2人ノックアップからジス、ジシチェーン4フォーマンノックアップ、そこに合わせていくのはなんとこれはダンティスだ。さあネザーグルスプで捕まえてそのまま逃げる角度が GPL、 ただ上からアジール、なんとビャーグ戦がしっかりダメージを出していました。さらにはスニーキー、フィナーレはまだ温存している。どこで栄勝する、少しリヴァイが怖い、リヴァイが怖い、リヴァイは当然狙いに行く。アフロモがしっかりカバーしているが、それでも強引に行くのはリヴァイだ。やはりこの男を持っている。あー、これでビャーグ戦ついにダウン、残ったのはなんとスニーキーのみ。 GPL がなんと本国主催、いやー NLCS を下してこのゲーム勝利しました。素晴らしい。これはちょっと波乱ですね。波乱ですね。そして、まあ、今回急遽4名参加したわけですが、その4名のプレー素晴らしかったですね。ジス選手 JS に対してサヨンを当ててしっかりとレベル1からダメージのトレード勝っていって、 JS をピックした強みというのを完全に消していました。さらにパトリック選手も苦しいマッチアップの中でしっかりとフラッシュインでプレッシャーをかけていって、と最後の集団戦のところでもしっかりとダメージ出してましたからね。さらにシェンサポート効いてましたね。いや効いてましたよ、かなり強力でしたね。レベル1からのダメージのバーストも素晴らしかったですし、あとどのプレイヤーが仕掛けてもクラが飛んでくるというプレッシャーがあるので、 NLCS としては 1v1 の駆け引きができていなかったですよね。やはりそこがシェンサポートの人強みですよね。トップレーンと比べるとレーンのコントロールをしなくていいと、いつでも打てるというところで、アルティメットさえ上がっていればどんなアクションに対しても味方に合わせられるというところが大きかったですね。ただなんといってもまあリヴァイ選手ですよ。いやあの CG でビャーグ戦を落とさなければ狙わなくてはいけないって言ったあとすぐですよ。完璧でしたね、本当になんとか飛ばさせないぞとアフロモが頑張って CG でとどめておいたんですが、そこをすり抜けて最後は味方の方にビャーグ戦を蹴ってというところで完璧でしたね。
ゲームメイクというところでもトップサイドにカウンタージャングル最初入られてしまったと、赤バフからスタートされてしまった、かなりこうリヴァイ警戒されているのが分かった上でボットサイドにいるのが相手分かっているにもかかわらずガンガン仕掛けていって、そしてボットのファーストタワーを先に破壊するというゲームメイクもできていましたし、ゲーム全体をかなりコントロールしてましたね。ここですよね。見事でしたね。まあここからボットレーンの粘着が始まるわけですからね、リヴァイの。そうなんですよね。ここ実はラプターのところでマイクヤンとリヴァイが実は一対一してたんですよね、はい、ああなるほど。その情報をチーム全体で NN としては共有できていなかったのでボットレーンのところで仕掛けに応じてしまったというシーンでしたね。すぐさまマイクヤンがやはり距離近くにいたので自分もすぐさまカバーしてキルを取りましたが、本来であれば取られなくていいキルを取られてしまって、そこからリヴァイ選手のダメージが伸びてしまったというシーンでしたね。まあルート的には確かにリヴァイの方が早く寄れるから本当はダメージトレードに乗ってはいけないシーンだったと。そうですね。そしてマイクヤン選手が近くにそうですね、クルーグあたりまで来たのを見てから反転していくというのが理想的な展開でしたね。あここもちょっとゲームが展開 し始めたかなというようなタイミングでのリヴァイ選手のガンク、ここ惜しかったですね。惜しかったですね。タワーのダメージのタイミングがちょっとずれてましたね。あとやはりここでのシェンのアルティメット強かったですね。これはちょっとこのボディブロックしながらですからね。そうなんですよね。ボイドラッシュもタウントで止めて、ここのやはりダメージそして味方を守る能力の高さといったところ飛び抜けたものがありますね。その後ジス選手が復活してテレポートでトップレーンカバー入ることが分かっているので、トップに寄ったビャーグ戦もそのままタワーダイブという判断ができなかったと。ちょっと本当にちょっとずれてるんですよね NLCS は。ほんのちょっと常にちょっとずつずれていましたよね、うん、そのずれが致命的だった。一方東南アジア代表としても、まあ、ずれてはいるんですよね。ほんのちょっとのところずれてはいるんですがちょっと勢い、そしてみんなが仕掛けると決めた瞬間すぐさま合わせるというところが非常に素晴らしかったですね。まあ、リヴァイのカリスマ性でしょう。ここもリヴァイが行ってると全員合わせてますからね。そうですね。ラインかなりしっかりと合わせてますよね。同じラインで戦っているという点が大きいですね。2対3のような形分かれてはいるんですがラインが非常に整っている、さらに距離が近いこともあってすぐさまカバーできる位置で戦っているという点が大きいですね。ラインっていう表現をしてますけど相手の陣地に向かって自分たちの立ち位置が、まあ、横列で合っているかっていうことですよ ね横一列に合っているかどうかというのは非常に重要ですね。ウェーブを押す際もそしてリコールタイミングを作る際もその横一線作れているかどうかというところが、まあ、細かなミスを減らす、そして相手に継続的にプレッシャーを与えていくという点で非常に重要なポイントですね。まあ、リーグオブレジェンドは陣地取りゲームだとも言われたりもする、まあ、要因なわけですよね。そうですね。ワードでここは自分の陣地だというところを味方にしらめしめたりというところも重要ですからね。あとはここちょっとやはりこのバロンのコントロールに関しては NA 代表としては焦ってましたね。あ、焦りましたか。後方にジスがいるにもかかわらずもちろんここのリヴァイのこのプレーは完璧でしたけども、どうしてもやはりジスの採用に対してキャリー2人が無防備になってしまうタイミング分かりきっていたにもかかわらずバロンに寄ってしまいましたからね。ハンターもボットレーンでしたからね。そしてテレポートもなかったんですよね。それを考えると諦めるかもしくはもっと早いタイミングでバロン周辺のところでプレッシャーかけておくというところが重要でしたね。その後の、まあ、ビアクセンのプレーを見るとポジションさえ取れていれば、アジールのポークのダメージ相当強力でしたから、そのポジションが取れなかったというところがかなり苦しかったですね。ただあのビアクセンのダメージを出せるのが、まあ、通行はやはりライアンドリの仮面まで完成してからだったので、もうちょっとスローテンポの展開を NLCS としてはやってもよかったのかなと。そうですね。ただそのためにはマイクヤンが、まあ、ディフェンシブなアイテムにしておかないと苦しかったですよね、うん、ウォーリアーを選択して、そして、まあ、ブラッククリーバーかその後ヨウムかダスクブレードどちらを狙っていたのか分かりませんが、その後も攻撃的なビルドにしてしまったことによってジャングラーがゲームのペースを落とすことができなかったというところが大きいですね。なるほど。
さあ続きましてゲーム3ですけれども、 EULCS 対 LMS、 こちらの試合をお届けいたします。ゲーム3の実況解説はカツリオンさん、そしてデイワンさんが、お送りいたします。それでは一度インターバルです。一旦失礼いたします。 For me, I'm excited to play against Prozen from Turkey because he was my old teammate and really friendly, so I want to play against him.